ボイトエクエスト YouTube ボイストレーナーゲンです。さあ本日もやっていきたいと思います。今日はこちらということで、神アプリ、もうボーカリストにも絶対に役に立つモイセスというアプリを紹介していきたいと思います。あのね、すごいんですよ、この機能。ものすごい機能があって、まあ僕はちょっと有料の課金にしてしまいましたけれども、無料でもちょっとある程度そのお試し版を使えるっていうところで、それだけでも役に立つ人に役に立つと思います。ということで今日はちょっと有料版の方でこのすごい機能っていうのを紹介していきたいと思います。どんなのがあるか、こんな感じ。はい、これね、ざっと一気に紹介しますんで、ちょっとね、面白いです。楽しんでみてください。こんなことできんのってなります。じゃあ行きましょう。神アプリ、モイセス。はい、ということでモイセスというのはこういったアプリなんですけれども、楽曲を分析して、それぞれの楽器のパート、ボーカル、ギター、ドラムなど、そういったそれぞれの楽器ごとのパートを一個一個消したり鳴らしたり、それだけを鳴らしたりできるアプリです。ということでモイセスの画面こんな感じになってます。ボーカル、ドラム、ベース、ギターで、それ以外の音楽っていう感じになってますね。で、これをまず普通に再生すると、まあもちろんこうやって音楽が流れ始まるんです。もうこの時点で、あ、なんか動いてるぞ。はい、これまずね、これコードが表示されるんですよ。この楽曲を分析して、この曲のコード進行がこうやって流れていくんですね。で、結構精度もコントロールできます。コードの精度を初級にすると、シンプルなコードでこの曲がどう動いてるかっていうのが出てきます。で、上級にするともっと細かいコードが出てきたりします。この辺は自分でできるし、もうこれだけで耳コピーめちゃめちゃできちゃうんですよね。これ相当すごいです。はい。で、さっき言ったように、こうボーカルを消すとカラオケになります。で、さらにはやっぱ楽器の人はこんな感じに、ベースだけ聞きたい場合、こうなりますよね。で、ギターだけ聞きたい場合。で、ドラムだけ聞きたい場合という風に分割できます。そしてもちろんボーカルだけにしたら声だけになるっていう形で、それぞれをこういう風に取り出せるっていうことができるのがモイセスです。はい、もちろんこの曲のキーを変更することもできますね。もうこの曲のキーが何なのかっていうのを読み取ってるんで、あ、今 Bm のキーに変わりましたよ、元のキーから2個下がりました、4個下がりました。そうするとコード進行も全部変化するんです、ちゃんとね。まあ当然かもしれないけど、これすごい、これもすごい。はい、一応もう自分で考えなくてもやってくれちゃうっていうね。で、もちろんこれでスピードも読み取ってくれてます。だから157っていうスピードですよね。で、メトロノームもかけられる、練習にね。で、このコントロールも可能、 BPM をしっかりとこのようにコントロールができる。あーみたいなノリで、で、こうギターだけにしてギターのソロだけを聴くみたいなこともね、もちろんできますよね。はい、ということでお分かりいただけましたでしょうか。ここまでだけでも結構すごいよっていうところですよね。はい、なので今言ったところ、ボーカルだけできる、楽器だけを分離できる、カラオケにできる、で、音程リズムもちろん調節できます。で、これね、そう、これね、次これもあるんですよ。この曲は僕の楽曲ですし、どこにもアップしてないですし、著作権もフリーなんですけれども、ただ歌詞を分析して出してくれるんですよ。目覚めるには早すぎる、隠された朝を yesterday 覚えていることは、覚えさせられてることだけ、
君は誰だっけ。ね、これすごくない。あのちょっとカラオケのあのタイミングはちょっと今ずれてますけど、すごい。あ、今7時半を1時半って呼び込まれてますけど、相当な精度ですよね。読み取ってるんですよ、歌詞までね。やば。で、さらにね、これが面白いのが、まあ、今ボーカルだけをこうやってね、抽出したいってなった時にこう、こうボーカルだけ出せるんですね。で、今は楽器とボーカルをそれぞれ分離させてるんで、ちょっとハモリもボーカル合体しちゃってるんですけど、こうハモリも分析したいっていう時には、他の方法でトラックを分けると、ハモリを省いた本当のボーカルだけっていうのも、抽出できる。トラックの分け方っていうのが変更できるんですね。何度でも。で、こう、血だけを流すと、ハモリだけが聞こえるようになる。だハモリの練習もこれで抽出できれば、正確に覚えていくのも楽になる。はい、ボーカリストにはこれやっぱりね、すごい大事。ハモリもちゃんと分割ができる。で、これが、多分ね、僕の音源だから、ちょっと音がね、ちょっと割れちゃってるんですけど、プロの音源だともっと明確に聞こえてきます。で、このアプリもう一個すごいところ。これ見てください。ここのね、ここのボタンを押すと、ダウンロードのこの下の矢印ですね。エクスポートってのが出てきて、分離したトラック、オーディオミックスっていう風に出てきます。だからこれが分離したトラックだと、ボーカルだけをこうやって選んでおいた状態で分離したトラック MP3 エクスポートって押すと、ボーカルだけのトラックを MP3 としてダウンロード、エクスポートができます。これもね、意外とすごい。ちゃんと楽器ごともできるし、だから、ボーカル抜きにしたカラオケもエクスポートができる。で、最近ユニットを組んで練習をしているんですけれども、そのプロの方の音源のボーカル部分とカラオケ部分っていうのを別々にダウンロードをして、そのボーカル部分の方をキューベース、カラオケも入れて、ボーカルを分離しちゃうんで、ボーカルの音程をハモリに変更して、ハモらせた楽曲を作って、それを聴きながらトレーニングをするみたいな、プラスアルファの使い方もできます。でもその場合にはもちろん商業利用はできませんので、個人的に楽しむっていう範囲になってくると思うんですけれども、そういったこともできる。プロのボーカルをキューベースに入れて、波形を出して、見て、勉強をするっていうことも活用法としてはできる。もちろん商業利用はダメ、みたいな感じでね。はい。なので、これマジでね、やれる範囲が恐ろしいレベルでできてしまうモイセス。はい、ということでちょっと復習してみてください。ボーカルだけ聴ける、パートごとに分けられる、カラオケにできる、パートごとにデルタ化できる、今みたいにね、音程リズム調節できる、リハーサルマークごとに繰り返し練習もできます。歌詞が出る。コードが出る。そしてデータ化した音源をさっきみたいに活用してトレーニングに活かすことができたりします。いや、いろんなアプリあるけど、これ一個であらゆることができるっていうのはちょっとね、さすがに僕も最初見つけてびっくりしましたし、今自分のボーカルのトレーニングとか耳コピするときにも活用してますし、さっき言ったようにそこからハモリだけを抽出して練習するっていうのにも役に立つし、いや、モイセスやべえみたいなね、紙アプリだと思います。ということで、ボーカルの方もぜひとも活用していただければなと思います。はい、ということで、この動画が役に立ったぞという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このようなボイトレ動画を上げていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。